じゃあ皆様こんにちは。マイク大丈夫ですか？これって入ってないですか？では皆様お忙しい中ありがとうございます。で、このような機会をいただきました、リチャー光子さん、そしてベルンの大使館の皆様、そして、ミカさん、本当にありがとうございました。で、ちょっと時間も限られているので、もう早速始めさせていただきたいと思います。私は沖縄県から参りました。ちょっと接触嚥下って読みます。ちょっと難しい漢字がちょっと多いんですけれども、接触っていうのは食べるという意味で、嚥下、よく日本の方でも嚥下って言われてしまうんですけれども、嚥下です。飲み込むということで、そういった障害の方たちが多いのが現状です。脳血管疾患ですとか、そういった方たちも多いんですけれども、今問題になっているのが高齢者の誤嚥性肺炎が大変問題になっています。でそのことで、我々はそういった患者さん、食べたいと願う人に対して、食べる訓練だったりとかケアですとか、あとは、もう誤嚥性肺炎の予防ですとかというところをケアする、認定看護師という分野があるんですけれども、その接触嚥下認定看護師をやっております。それでは早速始めさせていただきます。ちょっと座らせていただきます。明るさ大丈夫ですかね。はい、じゃあ私は中山病院という回復期リハビリテーションから参りました。病床数が216床というところで、全館回復期リハビリテーション病院です。で前回ですね、うちの病院でも今日いらっしゃっているリチャー光子さんに来ていただいて、今後の交流というかですね、認知症ケアのあり方と死生観というところで、スイスと日本の違い、共通点というところでお話、ご講話いただきました。で大変好評でした。で実技も踏まえてやっていただいて、そして、ラジオなんかに出ちゃったりなんかして、みんなで懇親会をして、親睦を深めてまいりました。で私たちって特に嚥下障害とか食べることに関して、特にですね、うなぎ美味しそうですよね。右側はですね、うなぎですね、うなぎのかば焼きですけれども、あと沖縄そばとか、ちょっと見えますか、ちょっと暑ければ最近もね、ドイツの方もスイスの方も暑いっていうふうなことを言われていて、もう30度ぐらいになってますから、暑い時にアイスクリームを食べたりとか、あと少し悩んだ時とか、友達と集まってですね、集まってねぎらいし合ったりとかで、それで元気になったりってことになりますけれども、あと本当に最後まで誰でもですね、美味しく口から食べたいと願うと思うんですね。このおばあちゃんもですね、美味しそうに食べててね、やっぱり食べてる時の表情ってすごくいいなっていうふうに私は思っていて、嚥下の訓練してる時でも本当に一口の水が飲めないって言われて診断された方でも、たった一口のお水を飲んでごっくん、おいしいっていう、その言葉を聞くと、私はそれだけですごく元気をもらえるんですね。なのでこういった食べるっていうことに関してですけれども、もちろんそうです、ラーメンあんまり食べないですかね家族の食卓でもそうですけれども、食という感じですけれども、当て字にはなりますが、人を良くするっていうふうに思えるんじゃないかな、というか例えられるんじゃないかなというふうに思ってます。やはり生きることってことは、生きることってことは楽しみの中では、食べることってことに通じるかと思います。ただし、そういった方々がずっと自分が望んだようになるってことがまだまだ少なくて、日本ではまだ経管栄養とかいうのがとても多いんですね。ヨーロッパの方とか、アメリカの方はだいぶ少なくなってきたというか、それはかえって認知機能が落ちた方に胃ろうを作るっていうことは、それは人としての尊厳が保たれない、かえって虐待だということで、ほとんどされていないことを聞いています。なのですごく興味関心があるんですけれども、ただその途中段階でも本当は食べられるんだけど食べられないと言って、診断されて飲みたい食べたいということも言えなくって、ただ点滴だけとかですね、枯れるのを待ってってことで、寿命であれば仕方がないんですけれども、そういったことで本当は食べられるんだけど食べられないと診断された方たちが、山のようにいます。で今現在でも、今沖縄県でも、理由はちょっとわからないんですが、日本で一番胃ろう造設が多いんですね。なので沖縄の場合は、ぬちど宝といって、命が大事ということで、戦後を切り抜けていって、せっかく今のように生きていて、一日でも長くいてほしいという思いで、ご本人の意思がわからないんですけれども、胃ろうで命をつないでずっと寝たきりの方たちってことが多いです。ただし私はそういった施設にいたんですけれども、この方たちがとても辛そうだったんです。で手足の拘縮もだんだん強くなってきていて、で皆さん分かりますか、
顎が上がってるんですね。で、人間の頭って頭が重いですから、こう顎が上がります。で、そうすると皆さんもちょっとやっていただくといいんですけども、口開けて上を向いて唾液が飲めるかってことですね。一気に飲めなくなると思います。飲めないですね。で、この状態、私たちは自分たちで自由自在に首も動かせますけれども、この方たちの場合は、こうやってても首を元に戻してくれって言っても動かせられないんですね。で、自分の出てくる唾液すらも飲めなくなってきてしまう。で、そうするとどうなるかと言ったらば、看護師は吸引をします。で、吸引というのはすごく辛いことなので、吸引でも、すごく優しくね、やってくれる看護師であればいいけども、なかなか手荒くする看護師も中にはいます。出血するぐらいの方も出血したりとかね。で、やっぱりですね、マーゲンチューブって鼻の管のことを言うんですけれども、鼻から入れてチューブをですね、胃まで入れるんです。で、そこで栄養を流していくって、これが人工栄養っていう俗に言われるものなんですけれども、高カロリーのものを入れます。で、大概の方たちは、胃ろうを作る前に、胃ろうは嫌だけども、経管用チューブはいいですよってことで作ったり、使って、入れられたりですね。入れられたりって言ったら変ですけど、入れたり。ただし、やはり、鼻というのは空気しか入っちゃいけないものなので、そこにチューブが入るっていうことは、ご本人にとっては大変苦痛なので、抜きますね。で、抜くと抜いちゃ困るって言って何されるかと言ったら、拘束です。身体拘束がされて、まだまだこういったことが90歳過ぎても、施設の中で行われている。ただし、ご本人がどう思ってるのか、っていうところは、私は常々思ってました。で、やっぱり私も看護師なので何かケアをしてた時にありがとうとかって一言言ってくれるだけですごく元気をもらうんですけども、この方たちの場合は吸引したりですね、体の向き変えた時もすごく痛がるとか、そういう辛いことを夜勤ではナース、施設だと約1人で介護士さん2人っていう状況で、警官員の方たちは60床のうちに約半分ぐらいになってます。30名ぐらいが警官員の方たちになっているのが日本なんですね。だいぶ少なくはなってきたといっても、一度始めた警官員を誰が止めるかっていうところの問題が今あります。なので私としては、本当は食べられる人が安易に警戒栄養になっていってしまって、後でも出てくるんですけども、一回警戒栄養にしてしまったら喉が廃用と言って、飲み込むことがだんだんできなくなってきます。なので、唾液も当然飲めなくなりますから、警戒栄養の方たちに限っては吸引が多いです。で、私もそういうことで、何かね、できないかとは思ってたんですけども、とにかくご本人たちが何をどう思われているのかが分からなかった。それが一番辛かったです。で、ただし光を見たんですね。光を見たのが、この口がパカーンと開けてる方たち、みんな同じように口を開けてるわけです。食べたり飲んだり喋ったりってことをしない方たちです。要は胃ろうを入れてるからですね。ってなると、口の中が筋肉も衰えてきます。この唇も頬も筋肉の一つなんですけども、もちろん大きな筋肉なんですけども、舌というのも大きな筋肉になります。で、それがパタリと動かなくなってしまうと、当然肺炎になってきますけれども、ずっと口開けっぱなしです。ですけど、朝口腔ケアするとですね、くじょくこうってね、口腔ケアすると、もぐもぐもぐごっくんってご自分の唾液を飲むんですね。むせもせず。っていうことを見たときには、この方たちも、飲めないわけじゃないと。だから、もしかしたらずっと何年間も放っておかれてるけど、これだけのただの口腔ケアでも飲めるっていうことに飲めるってことを見てしまったので、で、私も夜勤の時に、数えたんですね。全員の患者さんを何秒で嚥下が出るかってことをね、隠れてやってたんですけども、ほとんどの方嚥下が出たんです。時間は、短いも、長いもありましたけれども、必ず出たので、じゃあ、この方たちのもみんな鼻を抜いて食べさせたいって思いがあって、この道に進みました。で、口から食べることの意義なんですけれども、私たちは特に、障害がないですから、食べることを飲み込むことに関しては、特に意識を持ちません。けれども、食べることの意義というところをいつもお伝えしているんですけれども、栄養を体に取り入れて、生命を維持するということも当然なんですけれども、生きるためのエネルギーを得るというところです。そして、食べる楽しみですね。やはり、何かこういった勉強会があって、その後ね、仲間内でご飯を食べたりってところでは、やっぱり食事っていうことは、やっぱり楽しみだと思うんですね。自分のご褒美でもあるかと思うんですけれども、あとは、口喉の廃用予防と言って、私は言っています。やっぱり、皆さんも起きてから、当然、口と喉は絶対廃用になって、皆さんの中では廃用になっている方いらっしゃらないと思うんですね。朝起きて、歯磨きをして、そして会話をして飲み込んでってことで、かなり口の中使っておられると思うんです。食べ続けていることってことによって、廃用予防ってことはなされているんですね。
で、あと口と喉の、咽頭ってごめんなさい。ちょっと難しい、ちょっと専門的なことが出てますけども、咽頭というのは喉のことです。食べることによって口もきれいになりますし、喉もきれいになります。あとは人間らしさを保証してくれると書いてあるんですけども、これは胃ろうの患者さんのご家族がおっしゃったことなん、胃ろうのご家族の、胃ろうを持ったご家族の方がおっしゃったことなんですけれども、胃ろうをしているんだけども嚥下訓練をしたいと、飲み込む、食べられる訓練をしたいといったときに、なぜそう思われるんですかというインタビューをした研究者がおりますが、その方が聞いたときに、ご家族はやはり食べてもらった方が、ね、人間らしいと思うんですっていうふうに答えてくれたそうなんです。ただし、経管用とか胃ろうの方たちとか点滴の方たちが人間らしくないという、そういう否定的な意見ではないんですけれども、まあ、食べる、胃ろうであってもやっぱり一口でも食べてもらいたいっていうところは、やっぱり誰もが願うことでもありますし、で、私も嚥下訓練とかしてますと、それで食べれるってなった時には、みんながやっぱり喜んでくれるんですね。で、その喜びがあるので今も続けておられるんですけれども、すごくやっぱり口から食べるということは非常に意義があると私は思っています。そして、まあ、この方なんですけれども、86歳ぐらいですね。で、胃ろうを作って当院に来てくださいました。あ、これまた前の病院だったんですけれども、誤嚥性肺炎を繰り返しているということで胃ろうを作って入ってきています。で、この娘さんがですね、まあ、何が何でも誤嚥させないでくださいっていう方であれば、まあ、もちろん私もちょっと全く100%ってことは言い切れないんですけれども、まだこれ認定看護師になる前の患者さんだったんですが、もうお母さんは食べることが、ね、ものすごく好きだったから、とにかく誤嚥しても窒息してもそれが本望だからやってくださいっていうふうに言ってくれたので、思いっきり行きました。 ね、そう言っていただけると、ね、もう頑張るよって思うんですけれども、もちろん慎重にも行きながらも、ただ慎重にやりすぎてても決して結果は良くならないです。大胆かつ慎重にやっていってます。で、だからといって食べさせたいと思ってもですね、この方見て分かるようにすごく表情もなくて、食べることもしなくて、首がもうガチガチに硬かったんです。要は、胃ろうをしていて、急性期っていうのは大体こうほとんど離症というかですね、起き上がる、離症、ごめんなさい、急性期病院っていうのは、例えば脳血管疾患とか肺炎で治療のために入院しますよね。で、その時に大体の方たちって寝たきりの場合、寝かせきりというかですね、リハビリとはまた違う病院なので、あと寝てる時間が多い、まあ、病院でもあるわけですね。血圧の不安定があったりとかするということで、要するに寝たきりになっちゃうとどうなるかといったら、頭が重いですから、このまま顎が上がったままになってしまいます。で、それなのでこのままの状態で来ました。顎が上がった状態で、先ほど皆さんも顎が上がってお水を飲まされたら、当然皆さん嚥下障害がなくても、おーって何するのってことになると思います。だから非常に姿勢っていうのは大事なんですね。で、あとは全然この方お話ししなかったので、頬のマッサージとかですね、うーとかいいとかしてくださいって言っても、できなかったので、私たちの方でマッサージをしていきました。まあ、明日の食べる口を、まあ、口腔ケアとかこういうストレッチとかでつないでいってるわけですね。で、これ可愛かったんですけど、パン握って、これ偽物なんですけれどもね、娘さんが、まあ、お母さんがね、まあ、胃ろうだから全然食べてないので、食べることを忘れてほしくないっていうご家族の思いです。で、いろんなものがありました。ピーマンとかリンゴとかってこともありましたけれども、それを握っててね、いつか食べさせてあげたいななんて思って、ずっと携帯に入れてたものなんですけれども、こうやって、ストレッチをかけていったりとかして、で、いよいよ口の中のマッサージをしていきます。冷たい刺激なんですね。で、唾液っていうのは一番飲みにくいんですけれども、ちょっと時間はないんですけれども、一度ちょっと経験されるといいかなと思うんですが、反復唾液嚥下テストっていうのがあるんです。私ちょっと早口で申し訳ありません。反復唾液嚥下テストっていうのが、ちょっと一緒にやってみましょう。顎のとこからずっと下を下げていくと、初めにポツンとですね、コツンと当たる骨分かりますか？これがね、舌骨という骨です。そして中指に当たるのが甲状軟骨、要は喉仏というやつですね。で、それが分かりましたら、下向いてちょっとごっくんってしていただくと、ごっくんってしていただいたこの人差し指の骨が乗り越えるの分かりますか？ごっくん。これで1回の嚥下になります。じゃあスクリーニングをしますけれども、これ30秒間、とにかくごっくんごっくんを繰り返してみてもらってもいいですか？30秒間私カウントします。じゃあ、ですね、5秒前から伝えます。とにかく繰り返してです。54、3、2、1、はい、スタート。
5秒前です。4、3、2、1、はい、終了です。すごくね、いい音がしてます。ごっくんごっくんごっくんこの中でね、演技障害の方は当然いらっしゃらないかなと思いますけども、10回以上行った方いらっしゃいますか？10回です。あの、いいんですよ、大丈夫、全然10回ちょっと多めに言ってて、この間最高19回って言った人がね、いましたけど、それは驚異的です、本当にね。なし 9回結構、はい、8回7回あ、じゃあ3回以下の方いなかったですよね。じゃあ上げにくいか3回以下の方いらっしゃいましたか？まあ大丈夫ですね、はい。あの、このスクリーニング方法はこの30秒間で繰り返しごっくんごっくんして、まあ、3回以下であれば、まあ、2回以下であれば、あの、何らかしらの嚥下の機能の低下があるっていうことなので、ちょっと何らかしら、あの、私にご連絡いただければと思います、はい。ということで、まあ、あの、今皆さんにやっていただいたんですけれども、あの、結構きつかったと思います。後半、あの、1回2回は、ね、あ、余裕なんて思ってごっくんごっくんできたと思いますけど、3回4回になってくるときつかったかなと思いますけれども、あと皆さん特に嚥下障害とかもなくても、後半本当にきつくて引き上げるのが大変だったかと思います。だから、あの、使っていてもこれなので、例えば本当に顎が上がって本当に筋力の衰えた高齢者の場合は、飲み込むことが大変、あの、苦痛になってきます。で、あの、こういったことで口の中ですけども、唾って一番本当は飲みにくいものなんですね。あの、実は私も、あの、訓練していて、常食まで食べた方、普通のご飯まで召し上がることができるような方でも、唾液だけは吸引するって方がいらっしゃるんですけれども、その方の場合はやはり体温と同じなんですね、唾液というのは。だから、麻痺があったら分かりにくいとか、あとは飲むにしては少量であるとか、あとは、まあ、ちょっと粘度があったりとかすると飲みにくくなります。で、ましてはちょっと口の中が乾いた時っていうことでも、私も今少し緊張していると口の中がちょっと乾燥して飲みにくいってこともあります。なので、口の中っていうのは、あの、逆に刺激していくんですね。麻痺をする、麻痺がある場合には、今これ冷たい刺激で、あの、アイスマッサージってことをしています。で、首がこんなに、あの、反ってるんですね。そして、あの、咳をするんですけれども、これ食べ物を使わない訓練は間接的な訓練をします。で、直接的な訓練としては食べ物を使うんですけれども、この間接的な訓練ばかりやっていても絶対良くはならないです。あの、肺炎を予防することはできていても、実際に食べる訓練をしなければ、やはり喉は良くはなってきません。ということで、あの、段階的にやっていきました。で、やってるうちに、あの、ちょっとむせたりとかすると、オンって言うんですけども、私にとってこれむせるってことは決して怖いことではなくて、逆に言えば入っちゃいけないところに入ったよっていうサインなので、私としてはありがたいんです。逆に本当に入っても全然むせない方がいらっしゃるんですね。あの、疾患だったりとか高齢になってくると、なかなかこの、それで誤嚥性肺炎が増えてるっていうのがそういったことです。で、今の日本でも、昔はちょっと2、3年ぐらい前までは死因の第3位が肺炎でした。で、だいぶ下がってきて第5位にはなってますけれども、まだまだ肺炎の率が高くて、で、その中でも肺炎の中でも8割はその高齢者の誤嚥性肺炎なんですね。あまりそこら辺は知られてないんですけれども、実は肺炎の8割は高齢者の誤嚥性肺炎、こういう嚥下機能の低下、嚥下障害によって起こる肺炎です。なので、あれは肺炎球菌ワクチンは効かないですね。肺炎球菌ワクチンを打ったから誤嚥性肺炎を予防できるというものではないんですね。で、まあ、こうやって、あの、だんだんゼリーから、まず飲み込みやすいものからやっていってですね、訓練していて、今度は、あの、食べ物を実際に見るっていうこと、分かりますか？あの、今まで天井を向いてた方なんですけれども、自分の興味関心あるものに関しては下を向くんですね。下を向くと、そうすると首の筋力もだいぶ力が抜けていきます。で、食具まで、あ、食っていうか、あの、スプーンまで持っていって行くんですけども、まだまだここまでしか上がらなかったんですね。だから私が手を添えて食べてもらうってことを繰り返していったんですけれども、そしたらやっぱり意欲もどんどん上がってきて、このパンですね、あの、やっぱり食べ物っていうのは、あの、好きなもの、分かりますか？好きなものって喉通りますよね。私も昔、あの、奥歯を抜いた時にブリッジを入れて、で、ブリッジを入れたままですね、私の好物のタコ の中華炒めみたいのを食べたんですね。もうほんと美味しいなってごっくんって言って、これ言ったらないんですよね、ブリッジが。あれでない、あれと思って、なんでないのか、飲んじゃったんだと思って、いや、あんなブリッジを飲んじゃうぐらいだから、美味しいものはごくごく本当に食道が開くんですね。びっくりしますよね。そう、だから逆に、あと本当にそうなんです。で、逆に本当に私の嫌いなもの、アロエなんですけど、あの、アロエベラですね。2年に1回ちょっと胃が痛くなるときに、家のものがバサバサっと切ってくれて、食べなさいって言うんだけども、無理だよって言うんだけども、食べなさいと言ってんで、鼻つまで食べても全然喉に通っていかないんですよね。だから、そのぐらいやっぱり
演劇の要は飲み込む機能を良くするには、まあ、まずいものを食べるよりは美味しいものの方がいいってことがあります。まあ、もちろん機能をちゃんと見てからなんですけども、この方もですね、どれが食べたいって、本当はゼリーとかいろいろちょっともうちょっと 難易度が低いものであればいいんですけど、皆さんもご存知の通りパンって難しいんですね。窒息する方がいらっしゃるんです。なのでどれがいいって言ったらパンを指すもんで、これをずらしてもやっぱパンだから、やっぱパンなのかと思って、だけどその意欲はね、やっぱり食べる意欲っていうところを一番大事にしたいです。だから要はリスクって救急の時に対応できればいいだろうと思って、で先生とこう吸引器を持ってさ行ってみてって言ったら、見事に食べてくれたんですね。だから今考えればこの方そんなにひどい嚥下障害ではなくって、誤嚥性肺炎になってたってことなんですけども、パンまで食べてですね、スプーンまでも使えるようになりました。でパンは好きだよなんて一言も言わなかったですけども、私の希望ですね、言ってくれたんじゃないかなと思って、これ退院の日なんですけど、で退院をされて、その後に娘さんが送ってきてくれて、今でも、ね、交流があるんですけども、ね、箸で食べてくれたんですね。本当に箸で食べたんです。で半年ぐらい結構長く在宅でお家に娘さんがもう帰るっていうことで帰って過ごせたんですけれども、途中から肺がんが見つかってですね、でやっぱり肺がんなので勝てなくって、でしばらくしてからまたうちの病院に戻ってきてくれました。で、最後の一口っていうところで、私も今までやっぱりなんかドクターの指示で食べられないとか絶食だってなると、私もちょっとこの認定になる前はすごすごと、ね、引き下がってたんですけれども、きちんとした姿勢だったりとか、きちんとした食べ物であったりとか、その方に合った一口であったりとか物であったりとかしたら飲めないことはないって方々がほとんどなんです。なのでしっかりと聴診をして、もちろんこれはドクターに何が何でも、OK をさせましたけれども、食べさせますよって見ますからいいですねってことでしましたけれども、食べていただいて、ただ聴診しながらですね、苦しい思いさせちゃいけないですから、でしっかりとごっくんと飲んでいただいて、娘さんにやっていただいたんですけども、ちょっとこれ動画じゃないんですが、一口食べていただいて、翌日ですか、翌々日かに亡くなって、4月1日に亡くなったんですね。だから嘘じゃないかと思ってね、エイプリルフールだから嘘じゃないかと思ってね、だけどやっぱり言っちゃったんですけども、私のもう心に残ってる方ですが、皆さんがこういう、みんながみんなの患者さんもこういうふうに最後を迎えられるってことは、なかなか難しい面もあるんですけれども、でも一人でも多くの方々が、自分が食べたいと願った時に最後まで、いや苦しくなるから食べられないとか、こう理由が分からなくて食べられないってことが言わないように、食べるところの本人の最後の願いを叶えてあげるっていうところは、一人でも多くの、もちろん医療者ですね、医療者側が分からなければ、医療者がストップしてしまったらご家族からお願いできないですから、そういったところの知識とか技術の普及を今現在やっています。で摂食嚥下っていうんですけれども、ちょっと字は難しいんですけど、内容はごくごく簡単です。でお水持っておられる方いますか？すみません、お水とか持ってますか？持っておられる方はぜひですね、ちょっと、お水でも、ちょっと液体であれば何でもいいです。液体があれば何でもいいです。ありますか？すみません、ごめんなさい、お待ちいただきます。ちょっとですね、じゃあですね、飲み物を持っておられない方おられますか？持ってないです。すいません。はじゃあですね、よろしいですか？皆さん手元に水分ありますか？でじゃあ普通に、お水かお茶飲んでいただいていいですか？でおそらく普通に飲まれたと思います。それはご自分で持ってきたものであったりとか、今配ってもらった、ここで信用できるものということで飲まれたと思います。じゃあ今から皆さんにですね、皆さん今日は皆さんのためにちょっとアマゾンの山奥から私がちょっと山登りをして取ってきた、ちょっと美容と健康にいい飲み物なんですけれども、ただし
皆さんが世界で初めて飲みます、どうぞご賞味くださいっていうふうにしたら、どんなふうな飲み方になりますか。皆さんが初めて、世界で初めて、ここベルンのこの地で初めて飲みますって言ったら、でも健康と美容にはいいんですが皆様が初めてですって言ったら、どのように飲まれますか。ちょっとやってみますか。想像してやってみてください。もう飲まないって方もいましたよ、中には。どんだけ私信用ないんだ飲まない方いますよねそう、飲まない方もいますね。もうすごく、もしかしたら喉が渇いててもそんなわけのわからないものか、ね、こう変な人が言ったまで飲めないわよなんて飲まない方もいますし、飲んだとしてももしかしたらいきなり叩くみたいに、あ、美味しい、あ、すごいいいなっては言わないですよね。きっとおそらくこう注意深くこうやってて入れたとしてもなんみたいな感じになると思うんですね。ママママとか言いながらこの風味を感じて、でこれが先行期なんです。先行期って言い方するんですけど、まず食べ物を認識する時です。私たちこのペットボトル、お水を飲むにしても、例えばあのコップで飲む口の形と、またこのペットボトルで飲む口の形って微妙に違うんですけれども、あ、これはコップだからこの形にしようとか、ペットボトルだからこの形にしようなんてことは全然意識もしなくても、きちんとこの先行期っていうところで考えてやってくれてます。食物認識します。これが先行期なので、食事のご自身で食べられない方たちを解除する側、私もよく解除するんですけれども、その方たちにどれだけこれがこのお水だよとか、どういったものだよってことを見せているかってなったら、今現場で見ててもあまりそれがやっぱりやってるようでやってないっていうところがあります。ちょっと今日時間なくて、それはちょっと実際に実技とかできないんですけれども、そういったこういう先行期を入れていない、特に認知障害がある方に関しては、いきなり横からスプーンが来たりやめてくれってなったり、これが自分は食事解除をしようと思っているのにこの人拒否するみたいな、どうしようかしらってことになって、結局自分がいいことをやっている、相手を傷つけてはいないっていうようなね、そういったちょっと認識になってしまうので、横からスプーンがいきなり来るってことはそれは拒否して当然なので、この先行期っていう食物を認識するってことは非常に私たちにとっても、私たち自分で食べるにしても解除することにも重要なところです。で準備期というのは、この当然今は皆さん準備期はなかったと思います。噛まなくていいものですから、よく牛乳は噛んで飲めとかね言いますかね。私も丸飲みしますけど、当然準備期はないと思います。ただし例えばですね、目の前にクラッカーがありますけれども、こういったクラッカーの場合はそのまま丸飲みは当然できないですから、噛むっていう時期になります。じゃあもうちょっとしたらお願いします。で噛むっていうことで、噛んだことによって咀嚼っていうのは噛むことなんですけれども、この触覚形成っていうんですけども、触覚形成っていうのが飲み込める形に持っていく、口の中で作っていくことを触覚形成っていうふうに言います。でそれを触覚形成したものをずっと口の中に留めていると、当然喉の方にはいけないです。よく溜め込んでる方いらっしゃるんですけども、これは口の中のこの口腔器の問題があるっていうふうに私たちは捉えます。で食塊形成、食べられるものを喉の奥の方へ持っていく、それが口腔器、そしてまさに今度飲み込む時で、送り込む時までは随意的な運動ですけども、嚥下っていうのは、途中で止められないですよね。反射なので、途中で飲み込むとちょっと止めてくださいって言ってもできないですよね。反射になります。なので喉まで行って咽頭器、喉に行くのを咽頭器というふうに言います。で咽頭器の後に、食道の入り口が開いてくれないと食道の方に入っていかないですから、必ず食道の入り口が開くことが前提です。で食道っていうのはこういう筒になっていて、ただぺちゃんこになってるんですね。で肛門と食道って一緒で、普通に安静にしてるときに両方開いたら大変ですよね。上が開いてたら逆にしちゃうし、わかりますか。で運動するときに開くんですね。だから肛門であれば運動するときは背面のときだけで、そしたらすぐ閉まらなきゃ困りますよね。なんか全然切れ味が悪いとかって言ったら大変ですよね。しっかりキュッと閉まる、ちょっと汚い話ですね。しっかりとキュッと閉まるってことが大事です。喉も一緒です。喉も嚥下のとき、飲み込みのときだけしか開かない、すぐ閉まります、すぐ閉まるということなので、食道の入り口が開いてくれないと喉までいかないです。なのでこの嚥下のメカニズムっていうことなんですけれども、口から食べることっていうことはすごく重要、口から食べること、接触のことは口から食べること、そして嚥下というのは口の中のものを触覚ですね、さっき言った食べ物を飲み込む形にしたものを喉の方から胃まで送り込む一連のことを言います。ただしこのこういうですね、噛んだり送り込んだりっていうことに関しては、30以上のですね、神経と筋肉が絶妙なバランスを持って、この一瞬にして食物の移送と、そして気道の防御をしてくれます。
解剖で見るとこんな感じですね。舌ってこんなに大きいんです。見た目はちょっとちっちゃい臓器という臓器じゃない筋肉に見えるかと思いますけれども大きいですね。この口の中のものほとんどを占めています。で今皆さんこれですね今解剖のこと言います、ごめんなさい。で、解剖学的に言うとですけれども、これが鼻ですね。そして前が気管で後ろが食道になります。でこれが空気の通り道、そしてこっちが食べ物の通り道って交差してるんですね。だからちょっと危なげですよね。だから私たちもちょっとするとあんって、私も40過ぎた頃からよくむせるんですけど、あんってむせるので、ここのところに何か障害があった時にはすぐに誤嚥に起こしやすいということなんですけれども、あとはこうやってこれは後ろ向いてる後ろから見た状況です。これが 鼻ですね。でこれが口蓋水って言って、ちょっと下品なんですけども、要するにの通称のどちんこってやつですよね。これが口蓋水って言い方します、専門用語で。でこれが口頭蓋って、口頭っていうのが気管の方になるわけですけども、飲み込む時にこっちに入ってもらっちゃむせてしまうので、飲み込む時に蓋を閉めてくれるのが、口頭の蓋って口頭の蓋ですね、口頭蓋って言います。で手前の方が食道になります。これは空気、息をしている時です。ただしこのまま食べ物入っちゃったら、当然気管に入っちゃったら危ないので、飲み込む時だけは息を止めてここを閉めてくれます。これが息をしている時、これ飲み込んでいる時っていうふうに解剖ではなってるんですね。左右に分かれて入っていきます。じゃあですね、ちょっとこの辺時間がないので、ちょっと先行機先ほど言いましたけれども、で私たちっていうのは先ほども記憶の中で、要するに今までだったら今自分で持ってきたお水であれば特に何の問題もなく飲むと。だけど私がこれアマゾンのよくわからないところから持ってきたって言ったら飲まない方もいるってことは、今までの昔からの食べたことあるとか飲んだことあることの記憶で食べたり飲んだりってことをしてるんですね。私も今回初めてのヨーロッパでドイツ料理とかスイス料理とかどんな食べ物かなって、やっぱり初めて食べるものもあったので、ちょっとワクワクしながら食べたりはしたんですけれども、やっぱり食べ物を認識するためには昔過去に食べているものを思い出します。で先行期ですね。で次が準備期なんですけれども、ですね、じゃあ皆様のところに今から鈴カステラと、クラッカーを、配布いたしますので、ちょっとこれをやりながらイメージしていただけたらなと思いますけれども、すいません、あ、申し訳ない、ちょっとテーブルなくて、もしコップもねあって申し訳ないです。私移動できなかった。すいません。ありがとうございます。すいません。ですね。すいません。よくですね。ちょっとパサパサして食べづらそうなもの。で、鈴カステラのよくあまり見たことない方おられるかもしれないんですけど、私やっぱり高齢者施設とかもいたので分かるんですけども、食べ方が高齢者になってくると赤ちゃん食べみたいな食べ方に戻っておられる方がいるんですね。要はなっ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 っていう風な食べ方、要は舌でこうなっなっなっ、ただ上下の運動だけ、噛まずに上下の運動だけで食べる方がいらっしゃるんですけども、じゃあ皆さんちょっと鈴カステラをですね、この鈴カステラこれを噛まないで口に入れてちょっとタクタクタクってちょっとやっていただいていいですか。食べる食べる食べる。でそうするとちょっとするとちょっと上顎についたりとかしますか。でそれを続けてですね、要はそれだけの動きしかできない方が、自分は食べたいけれども舌の動きがこの動きだとして、もう一個食べようとしたらどうなるか、詰まってしまいますよね。これだけ柔らかいものなんですけれども、舌の動かし方によって、要はもしかしたら噛んでても、私は同じことしますね、横から見たら噛んでるように見えますよね。うちのおばあちゃん噛んでるんだから硬いものをしてあげてって言っても危ないの分かりますか、なんですね。人が噛むってことは咀嚼っていうのはこう回転します。でさっきのがその代わり食べるとなったらこういうふうな動きをします。顎が回転します。これが噛んでるってことなんですね。
これが違います。でこの準備期っていうのはこの咀嚼ですね、食塊形成する時期のことを準備期というふうに言います。今だからこういうのでパンが詰まっててこれ窒息に危ないですね、疑似体験になりましたけれども危ないんですね。でじゃあちょっとクラッカーを5回だけ噛んで、一口分で5回だけ噛んで飲んでみましょうか。今1、2、3、4、5、はい、僕飲めない方、ほとんどの方飲めないですよね。なぜかというと多分なぜですかって言ってお話できないと思うので代弁します。噛むにしては多分大きすぎますしバラバラしてますね。で飲めるわけがないんです。だけどこうやってって口全然その食事の形が合っていないんだけれども、はいごっくんして、はいごっくんしてって言ってしまうことがあるわけです。そうすると食事の、形態が合ってない場合があるってこともあります。他にちょっと違う疾患もあったりしますけれども、そういった方がいた時にやっぱり食事の形態を見直す。でも逆に柔らかいものであって咀嚼この噛むのを出さないってことも良くないので、逆に少し硬いものを与えるって訓練するってこともありますけれども、こういった仕組みになってます。でもう一回だけちょっと一口食べていただくんですけれども、普段は絶対に意識しない、絶対って言ったら言い切れないけども、舌がどのように動くかっていうことを意識して、あと頬をちょっと意識して普通に噛んでいただいていいですか。噛んで普通に食べていただくんですけど、舌がどんなふうな動きをしているのかって。でそうしますと結構右左右左ってこうリズムカルに舌が動いてます。じゃあ舌を動かさないでちょっと噛んでみてください。途端に皆さん航空機の今障害出てますよね。ここなんです。で噛んでるうちにバラバラなものが今度食塊形成をするんでするためには今度噛んで唾液を出して、そして一塊にしていっているんですね。そしてある程度送り込みながら噛みながら送り込んでいって大丈夫かと思ったらごっくんっていうふうに出ると思うんですね。で非常にこの舌の動きとか頬の動き、そして唇の動きっていうのはすごく重要です。あと注目するところだとまた顎もなんですけど唇もです。唇も非対称に動きます。非対称ってこういう動きですね。私が例えばクラッカー食べてないよね、非対称、ここですね、ここを見ていただくといいかと思います。であとまず舌っていうのはこれだけ大きいものなんですけども、先ほど言いました。でこれちょっと今やっていただいたんですけれども、あとはこれもう一回ですね、一口ありますか、もう一回。これをまず一口口に入れた時にこれをやります。一口ポーンと入れて噛んでみてください。必ずやった時に舌が勝手に後ろに下がると思います。後ろに下がって奥歯に持っていくと思います。おそらく前歯でこうやってないですよね。必ずこの臼歯っていうところでここまで持ってって、容量よく噛むために舌が奥に行くと、勝手にこれプルバックっていうんですけども、勝手にするわけです。要は寝っ転がって、これですね、これをするのがステージ1トランスポートって言います。ちょっとねこれ専門的なんですけども、なので舌の動きが悪い方とか、要は舌下神経障害って舌を動かすのも神経なんですけども、そこが障害された方ですとか使ってない方に関してはこういう固形物っていうのはとても難しくはなるわけですね。で口から今度送り込まなければいけないので、よく溜め込んでる方いらっしゃるのがこの方、送り込めないんです。でこれは見て分かるといいんですけども、息してます。噛んでる時から息止めてたら苦しいですから、噛みながらは息はしてます、できるんですね。要はこういうことです。でただし嚥下の時飲み込む瞬間にはこっちにも漏れても困りますよね。でこっちに入ってもらっても困りますよね。なので嚥下の時には両方閉まっていくんですね。こんな感じです。閉まりますね。わかりますか。ここがでこれがそうなんですけれども、まあ飲み込む時っていうのは口ですね、口のところが閉じていること、そして舌が上顎についていることってことが非常に重要で、なので皆さんちょっともう一回だけお水を飲んでいただいて、普通に飲んでいただいた時に必ず舌が上顎についているはずです。じゃあ舌を上顎につけないでちょっと飲んでいただいてもいいですか。そうすると危ないですね。おそらくじゃあ皆さんどういう飲み方になったかって言ったらどうなったかで、舌が飲めないですよね、送り込むことができないので、
やっちゃった私までやっちゃった。こういう一番のミステイクですよね私。こういうことになっちゃうわけです。なのであのこうやって舌が上顎につくってことは非常に重要で、中にはですねやっぱり舌も大きな筋肉ですからあんまり喋らなくなってしまった、舌が小さくなっちゃった、中には上顎が高い方がもともといらっしゃる方がいます。でそうすると天井が高いと飲みづらいですよね。なのでそういった方たちでも嚥下障害が出るってこともあります。ちょっとあの時間飛ばちょっとすいませんもうちょっと飛ばしますんですけれども、あと舌口外、そして鼻の方に回っちゃいけないので鼻のところがですね、盛り上がってくれます。これ鼻咽閉鎖ってちょっと難しいので飛ばしますけど、あとはこっちの前の方が気管に行っちゃいけないのでこれが喉頭閉鎖っていうふうに言い方します。そして食道の入り口が開いてくれると。これがもうすごいことが、ここが顔面神経って神経で、ここは舌下神経、ここは舌咽瞑想神経、これ瞑想神経、全部バラバラなんです。だけどその嚥下の瞬間たった 0.6 秒に、はいあなた閉じて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 開いてってことを連動してやってくれてるってことがもう素晴らしいことなんですね。すごいですよね。でもしあの食べてる時だけ鼻水が出る方ってあのあ見たことないかもしれないですけどいる、実際いらっしゃるんですね。要はあのさっきの蓋っていうか上の口と鼻のところが、だからかきくけこっていう発音があのできない方ですね。なんか鼻から抜けるようなあらあみたいな、鼻から抜ける方はそこ あの閉じが悪いので鼻から出ちゃう。でそうするとあのそれだけ圧が上に抜けますから喉の方に行かないのでちょっと溜まりやすいってことがあります。なので、ちょっとこの辺申し上げあの問題なのがですね、あのもうちょっと時間になるので障害の方たちというところですけれども、ちょっと申し訳ないです、ちょっと飛ばします、申し訳ない。高齢者になってくるとあのやっぱりこういったオーラルフレイルというかですね、口のところが、まあ、あの筋力が衰えてきたりとか、子どもの場合は絶対に誤嚥はしないです。赤ちゃんがあのお母さんのおっぱい飲みながらおーんってね、親父みたいなあーんってむせてる赤ちゃんいないですよね。危ない。だからあの喉頭がこれ喉が高いからなんです。だけど赤ちゃんがおはようお母さんって朝から言うかあの赤ちゃんいないですよ ねあのただし喋りが弱いですね。喋りが稚拙なのでだんだんあのこう成人になってくるとこの喉が下がってきます。でそうすると誤嚥しやすくなってくるんです。高齢者になってくるともっと下がります。こうですね。でそうするとやっぱり持ち上がって、さっき あの反復唾液嚥下テストってやっていただいたときに、まだ皆さんお若いのでこの辺でコクンコクンしてるからまだ、まあ、10回とかっていけるんですけど、ここが下がってくるとやっぱり飲み込みづらくなってくるのがこのせいです。でその時にはですね、嚥下おでこ体操って言って、おでこですね、おでここうやってあの上に引き上げていってですね、おへその方を見るとここ喉がちょっと硬くなるんですね、これが大事なんですね。これがさっきの喉仏を引き上げるっていうことではあのすごく有効な体操になるので、ぜひともそういったことをやっていただけるといいかなってことと、あとあの姿勢っていうのも非常に重要なんですけれども、ちょっと今日はあのお時間の関係上、今日ちょっとメカニズムっていうところのお話になるかと思いますけれども、ただしあのやっぱ高齢者になってくるとやっぱりあの難しくなっているところはあります。ただしあのもし入院された後でも、実際にはあのドクターが例えば絶食だっていうんではなくて、本来だったらば、段階的に、姿勢もそうなんです。私たちこうやって座ってるから大丈夫なんですけど、喉があの問題ないから座って食べられるんですけども、結局あの高齢者の方っていうのはもう下がりますけど、前が気管で後ろが食道なので、前に行けば前に行くほどむせやすいです。だから私訓練するときは必ず下げて顎を引く、顎を引くのはちょっとポイントだけ言いますけれども、握り拳1個分です。この胸の位置と顎の位置、ここ、これだけしてちょっと噛むものであれば45度程度まで下げて大丈夫です。ただしそれ以上に下げちゃうと丸飲みとかゼリーとかっていうことで、まず飲み込むことの訓練から、で徐々に上げていって、ザイでオーンってしてるんであればちょっと顎だけ引いてもらって、引きすぎちゃいけないです。それで拳1個分でやっていただいて、ちょっと下げて噛んでいただく、噛んで飲んでいただくと、あの安全に飲める、要はこっちの方に行かせたくないですね、斜めにすれば後ろの方に行きますからということで、まあ、そういったところの対応とかで、まあ、1日でも長くですね食べられるようなあの世の中になっていったらいいなというふうにあの願いを込めています。ちょっとあの私の方はちょっとあのこれであの終わらせていただき、ちょっと早口で申し訳ありませんでしたけれども、ご清聴ありがとうございました。質問の方いらっしゃいますでしょうか。何か質問の方
ますね。あのですね、嚥下の、あの、認知症の方の場合は、軽度の場合はこの大体も食べたくないとか、これは私の食べ物じゃないとか、毒が入っているかっていうところで、まあ、食べないっていう先行期ってさっきの問題になってくるんですけども、その時には結構環境を変えたりとか、あまりこの、その何ですかね、あのちょっとこれが毒が入っているとなっているとちょっと薬とか使わなくちゃいけないんですけれども、だんだん重度になってくると嚥下障害が出てきます。ただし、あの先ほど言いましたようにちょっと姿勢だったりとかですね、あの嚥下の機能ってその方たちは嚥下の障害はされてないはずなんですね。嚥下の部分を直接もし脳血管疾患でされてた場合には嚥下障害が起こる可能性あるんですけども、ただ認知症の状況であると、あのそういったことでしっかりとした訓練がされれば、姿勢とあと一口の量とかそういったことを注意していただけると結構飲める方が多いですので、はい、ただ剤でこうやって食べてたりとかでむせるってことはもう必ずあるので、そこは姿勢を整えていただくと結構飲める方が多いです、うん、はい、ありがとうございました。他に皆様いらっしゃいますでしょうか、質問。あの今の健康診断おでこで、はい、教えてください。あごめんなさい、おでこを当ててですね、であの喉は普段しなくてもいいです、あ当てなくていいってですね、あのちょっと力が入ってるかって分かればいいんですけど、ちょっと斜め上に上げる感じです。斜め上に上げね、それ上げてそれに抗うようにおへそを見るんです。でそうすると首が硬くなりますよね。で大体 1,2,3,4,5,6,10 カウントとかで、まあ、疲れるようであればあの5回カウントとかってことで、まあ、息が例えば心臓の心疾患がある方だったりちょっと息が苦しくなってきてしまったらいけないので5回でやめるとかっていうことで、まあ、大丈夫であれば10回を3クールとか3回つ1,2,3,4,5,6,10 を3回するとかっていうふうに、それを1日3回行うとかいうふうな方法になるかと思います。上がります。結構あのこれはエビデンス、あの根拠があるというか、結構そういったことで良くなったっていう報告はあるみたいなので、あのされるかと思います。私もさちょっとやらなきゃいけないから、はいはい、ありがとうございます。はい、すみません、はい、ありがとうございました。すみません、はい、すみません。皆様こんにちは。沖縄県にあります名誉大学から来ました玉井直美と申します。どうぞよろしくお願いします。また今回このような機会をいただきましたリッチャー美津子様、そしてヌスバーム美希様、そして日本人、ベルン日本人会の皆様、日本大使館の皆様、どうぞどうもありがとうございました。では私の方がちょっと資料がございますので、あのお配りしたいと思います。そしてあのとかあのご協力いただきたいと思いまして、あのアンケートの方を2種類準備しております。あ、ごめんなさい、これ配ってもらって、アンケートに関しましては一部は今日 の, あの講義の内容となっております。そしてもう一部はなんですが、2日前にあの演者といいましてドイツの方で講演させていただきました。その時にあの終末期ケア緩和ケアについてお話をさせていただいて、あのその人らしさというところが終末期において非常に重要だけれども、文化的な背景とかでだいぶあの価値観とか違いますので、その辺でご意見いただきたくて作ったものですが、もしよろしかったらこちらの方もご意見いただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。では失礼して座らさせていただきます。まずあの私の方の自己紹介を少しさせていただきますが、私は沖縄県出身で今10歳の息子がいます。で、まあ、少しあの見ていただくと、あのこれ分かりますかね、ゴーヤーっていうあの野菜なんですけれども、沖縄県はあの、亜熱帯の地方になってまして、あのかなり私もこちらに来た時に暑いんじゃないですかって聞かれるんですけれども、こちらと日中の気温が全く変わらない27、8度なので、あの逆にこちら涼しいのかなと思って来たので少しその辺は驚きました。で、私の、 あのこれまでの経緯なんですけれども、あの
まあ、大学卒業しそのまま大学院の修士課程を終えまして、大学病院の方で看護師として勤めておりました。その時にがんの患者さんの多い外科病棟で働いてまして、でそこで終末期を迎える方も非常に多かったものですから、私はその後がん看護と終末期ケアというところをテーマに今研究とあと教育に取り組んでいるところでございます。で今回お話しする内容が博士課程の時にテーマにした内容についてお話をさせていただきたいと思っております。今は、明和大学の方におりまして、がん看護学とあと、学部の方は成人看護学ということで、成人期における健康問題に対しての教育を行っているというような状況でございます。では、最初のスライドとしまして、今日のお話ししたい内容としては、がんの統計として今日本でどのような状況になっているのかということをまずお伝えしたいと思っています。で、がんと運動の研究ということで、がんと運動って聞いたことありますでしょうか。なかなかちょっと結びつきにくいんじゃないかなと思ってあえてこのテーマにしたんですけれども、なぜかと言いますと、がんの発症予防並びにがんにかかった人も運動することで再発するリスクを下げることができる、あるいはがんになって出てくるさまざまな症状があります。あと治療をしたことで出てくる症状があります。それが運動することで軽減するということがいろんな研究して分かってきてるんですね。で、今日お話しする内容は、毎年私がんの特に乳がんの患者さんのこういった集まりがありまして、そこでお話しさせていただいたりとか学会の方で話しさせていただいているような内容で、なぜならこの内容があまり日本においても知られていないというところで、やはり分かっていることは広く伝えていく必要があるかなということで、このテーマで研究をしながらまた皆様にお伝えしたいなと思って今日準備したものでございます。じゃあ予防としてどういうふうにしたらいいのかとか、予防効果ってどういうものがあるのかというところでお話をさせていただきます。しかしながら運動っていうときに、がんの患者さんと今サバイバーって言い方するんですけど、これについてはまた後で説明しますけれども、がんのサバイバーの方に運動をしましょうという話をすると、いやこれまで運動してなかったからとか、もうこんな今治療してて辛いのになんで運動しないといけないのっていうことを最初言われるんですよね。でも今使って私が言ってる運動っていうのは体を動かすことなので、身体活動っていう言い方もの方がいいのかもしれないです。ただ今使われている言葉として、研究として使われている言葉が主に運動ということなので、今回運動という言葉で出しますけれども、日常活動を増やしていきましょうということを身体活動も含めて運動ということをやってます。後からお話ししますけれども、草刈りをするとか、犬の散歩とか、そういった体を動かすことも全て含めて本日お話しする運動ということになっています。では皆様ちょっとご存知の方もいらっしゃるかもしれません。歌舞伎の市川海老蔵さん、ご存知でしょうか。でその奥様、小林真央様が、2年前ですね、乳がんで亡くなられております。で彼女が亡くなられる前にブログを開設しまして、今の状況をどんどんブログにアップしていて、今の思いであったりとか、家族に対する思いっていうところを書いてます。でその中でこういったものがあったんですね。彼女はその翌年の6月に亡くなられるんですけれども、この9月の段階も非常に辛かったような状況なんですけれども、ゆっくりだけど歩く、息切れするけど歩く、歩く歩く、積み重ねが大切だそうですってことを言ってんですね。これは何を言いたいかっていうと、これは後ろ姿の小林真央さんなんですけれども、でもやるしかないって書いてるんですね。やはりだんだんこう体力がなくなってきている時でさえ身体活動を増やしていくということが推奨されています。その話についても話をさせていただきたいんですけれども、歩くことが一番こう導入しやすいですね。買い物に行くにしても歩くってことが日常運動活動なのでそういったところから始めます。ただ歩くことがきつい方であれば、別途の上であったり座ってながらでも活動を増やすことができますので、そういったところでなるべく寝てるよりは体を動かしましょうっていうのが今の考え方です。では、日本の死亡率の推移ってちょっと怖いんですけれども、見たことおありでしょうか。
資料の方にもありますけれども、どういった、ご病気で日本人が亡くなられているかというところをお示ししたものなんですけれども、ここ悪性新生物って書いてますが、これがんです。日本人の、3.5 人に1人ががんで亡くなってます、はい、で第2位が心疾患なんですけど、見てください、だいぶ違いますよね。第2位とこれだけ話をして離れています。で高齢社会になってますので、高齢者の方が増えていくほど、がんの罹患する方も増えていきます。なぜなら遺伝子のコピーミスががんになるからなんですね。なので高齢者のがんっていうのも今すごく重要なんですが、一方で若い方のがんも増えてきています。で日本は2007年にがん対策基本法ができました。で5年ごとに見直しをしていて、去年第3期ということで見直されています。その時に若い方のがんと高齢者のがんっていうところで研究あるいは調べていこうということになっています。じゃあどのぐらいの方がかかっているかというところなんですけれども、ちょっと紹介として、まあそうですね、こっちを見ていただいた方がいいかもしれない。女性ってお感じでしょうか、日本人は今12人に1人がかかるっていうふうにかなり罹患率が高くなってます。がん対策基本法が始まってから罹患数かかってる人の実態を調べるっていうのが始まっているので、データとしては古いものはないんですけれども、更新されるたんびにこの数字割合っていうのは非常に高くなってきてますね。しかしながら欧米諸国の方々は8人に1人っていうふうになってきています。はい、なので日本はまだ12人に1人なんですけれども、その前は20人に1人とかだったので、どんどんこの割合も変わってきているということになっています。ではどのぐらいの人がかかっているかっていうと、実は男性も女性も2人に1人という割合なんですね。なので万が一がんになったらどうしようじゃなくて、今コマーシャルでも実はやってるんですけれども、万が一ではなく2人に1人ですっていうふうにコマーシャルでも言ってるぐらい、これだけ身近な病気です、ね、だけれどもやはり大きな病気ですので、そう言われたらかなりショックを受けますよね。なのでそういったところで心のケア、あるいは身体的なケア、そして継続的な治療が終わった後の方々の支援というのが今非常に重要になってきている。なぜなら乳がんは初期の段階とかで治療をされて長いことね、健康に過ごされている方も非常に多いですので、じゃあその時に、生活習慣病も含めて別のご病気にならないように、あるいはまた再発の心配がないようにってことで、この治療が終わった後の関わり方をどうするかっていうのが今重要になっているんですね。なので、そういったところで一番進められているのが今運動ということになっています。で10年生存率っていうのもあります。でこれもそんな5年生存率と10年生存率って、少し変わりますけれども、成績も良くなってきているというところになっています。5年っていうのが一つの治療の目安なんですね。それで5年そして10年っていうのが成績っていうところで、治療の成績っていうところで出していったりしますね。なので治らない病気っていうことではなくて、今はがんになっても健康に自分らしく生きていこう、共存して一緒に生きていこうということで、がんサバイバーっていう言葉になってます。なのであまりがん患者さんって、入院している方は患者さんっていうかもしれないんですけれども、その後元気に過ごされている方、がんと診断された時からサバイバーって言い方をするんですけれども、そういった考え方も変わってきています。ではじゃあ私がお話ししたい運動にどういった効果があるのか、何が分かっているのかというところをお伝えしたいと思いますが、いろんな研究が実はあるんですね。だけれども海外において、特にアメリカとかでの研究が進められていて、今ではガイドラインまで出てきています。で、生活の質っていう QOL ですね、生活が充実しているかということと、身体的な機能の改善、そして疲れやすさを改善しますよとか、あるいはここでお見せしたいのは、治療中であっても治療の後であってもやはり体を動かすことは効果がありますよということです。
治療中に体を動かすことを進めるなんて言って、今でも病院でもお話しするんですけど、私そんなお話 してないです、患者さんにそういうお話してないです、だってきついじゃないですかっていうこともよく反応としてあるんですけれども、やはりきつい時とか点滴の治療をした後、抗がん剤の治療をしているその日24時間はゆっくり休まれて、それをしてないところで歩きましょうとか体が動ける範囲で活動しましょうっていうのが今 の推奨の仕方ですね。だから毎日する必要はなくて、体が体力がついていったら自分の体と相談しながらやっていくっていうところをお勧めしています。で、これが、同じような研究がたくさん出てますよっていうところで、治療中であっても自分の体と調整しながらやっていきましょうということです。で、今がんの体験された方の話をしてますけれども、もちろんがんの体験がない方においても活動することは予防として進められているので、同じような活動量をやっていったらいいですよっていうところをお伝えしたいなと思っています。で、ちょっと研究の話なんですけれども、どういったがんに運動がいいのかっていうところで今明らかになっているとして、大腸がんとか乳がん、あと前立腺がんとかですね。で、どんどん研究が進んでいってますので、今肺がんの研究も進んできてます、血液のがんも進めてきてます。ただ症例数が多いので、大腸がんとか乳がんは早くこれがいいですよって言える段階に来てるっていうところなので、まだそこまでいってないのはどんどん研究が積み重なってきているということがありますので、多くのがん の外来のところでも体を動かしましょうねっていうふうな説明を日本においてもするような傾向になってきています。ではどのぐらいの運動をしたらいいのかっていうところのお話なんですけれども、先ほど言いましたように体を動かしていただけたらいいんですね。で、スポーツジムに行かれている方がおいででしたら、多分メッツっていう単位でご存知かと思うんですけど、運動の強さを示す単位で、1時間こう横になって休んでいるのが1とした場合、何倍運動量として強度があるかっていうのを示しているものです。なので、私もう運動できません、歩くことしかできませんよって最初おっしゃったりするんですけど、3メッツあるんですね、それだけでも。で、ちょっと早く歩くのも5メッツとか、あるいは子供と遊ぶのも結構体力使いますよね、階段の上り下りとかね、そういったのもかなり運動なんですよねっていうところで説明をさせていただくと、これだったらできるかもってよくおっしゃっていただきます。で、普段の活動がどのぐらいの活動をされているのかってまずお聞きして、例えば買い物に行くときとか、なるべく沖縄は車社会ですので、お店のそばに車を止めて買ってすぐ帰るっていう方多いんですけれども、そういうお話をして、じゃあ近くに止めたとしても買う前にちょっとウィンドウショッピングでもして少し歩いて、それから買って帰るとか、歩く歩数を増やしてもらったりとかしてます。で、これは今運動強度なんですけど、運動強度か時間かで評価されてするので、どちらを見てもいいんですが、まずちょっと運動の強度についてお説明をしたいと思います。ちょっとこれは見ると怖いかもしれませんが、2005年に JAMA っていうアメリカの雑誌なんですが、そこで出されたものなんですけれども、乳がんを体験された方2987人を18年間追跡をされて、元気に過ごされているかどうかっていうところで見ています。なので縦軸に行くと、死亡率が上がっていくっていうことになってきます。で、横は期間ですね。で、ここが18年です。で、調査し始めて3メッツっていうのは、先ほど横になっているのが1メッツって言いましたね。だからあまりこう活動的ではない、座っている時間が長い方がこのグラフの中で一番上です。で、9メッツっていうのは散歩ぐらいの軽い運動です。中等度の運動です。で、最初このお話をしたら、じゃあもう週末に日曜日に1時間頑張って歩きますとか、そういうことをする必要は全くないんですね。で、頑張ってマラソンまでしようとか、そういうことも必要ないです。なぜなら次のスライドにも出るんですが、強い運動、頑張られると強い運動になるので、
成績がここになっちゃうんですよね。つまり中等度の運動、軽めの運動が一番私がお伝えしたい予防としては効果があるっていうことが今分かっているっていうところなんです。だから運動できませんっていうことではなくて、普通の日常の活動を増やしていくってことをぜひにお伝えしたいなと思っています。で、もう一つデータなんですけど、同じものなんですが、じゃあ適度なものと強度なものでどのぐらいいいのかっていうところになってます。なので繰り返しではありますが、適度な運動の方が一番いいので、適度な運動をしていきましょう。適度な運動がどのぐらいかっていうのはこれから説明をさせていただきたいんですが、こういった研究がどんどん出てきたので、各国でも活動量を増やしていきましょうとか、がんを体験された方々にですねということで、アメリカとかカナダとか、オーストラリアとかそういったものでも出てきています。で、日本においてはがんの学会の方ですね、そこで推奨レベルを進めるっていう段階に持っていっているということになっています。で、次のスライドでちょっとお伝えしたいのが、だいたいですね週に3日から5日で30分程度のウォーキングでも効果がありますよって。ウォーキングをすぐにする必要はないですし、30分っていうのも30分取るのは結構大変なことなので、おすすめしているっていうのは、分けても全然問題ないんですね。できれば10分以上、できなくても5分でいいので、それのトータルが30分になればいいっていうふうに今考えられているので、だから、仕事行くときに10分歩きました、帰りに10分歩きました、これで20分ですよね。で、そういった形でやってる活動として歩いたりした範囲でを合計で30分、これは目安です。3から5日での推奨でやっていきましょうということです。なので治療してても治療日は休んで、で体力がついたところで少し軽めの運動をするとか、そういったことで一気にやるよりは分けて少しずつやっていく、継続していくってことが一番効果的っていうところがありますので、ご紹介させていただきます。あとですね、運動と食事のガイドラインというのがあります。で、運動に関して先ほどのものとちょっと違うガイドラインなので、少し数字が違いますけれども、1週間で150分程度で筋力もつけた方がいいですねっていうのがここでは言われています。で、これは実際にがんの患者さん の推奨するためのパンフレットにこういったものが書いていて、がんの体験された人たちの運動療法としてのプログラムも入っています。で、それ以外にですね、このぐらいですね。で、今はあとストレッチもぜひにやってください、ね、怪我をしないっていうこともありますし、でストレッチをして柔軟にやって、で有酸素運動で時々ちょっと筋力運動もしたらいいですねっていうところがあります。でもこれはあくまでも体力と相談しながらやっていくっていうところでできてます。あと体重なんですよね。で、体重はいろんながんの、少しかかりやすいかなっていうところになってくるので、体重を抑える、でも活動していくことで体重が適正体重になるっていうところも運動の効果の一つってことを言われています。あと健康的な食生活をっていうことでお勧めしてますけれども、割とこちらの方は全粒のものを食べておられる方多いかなって思いました。日本においては玄米ぐらいかなと思って、なかなかあまりおすすめしにくいんですけれども、そういったことが推奨されています。で、体重の方が少し適正体重がこのぐらいなんですけれども、ちょっとこれ計算式があって分かりづらいかと思うので、もしこの辺で該当するのがあったら、私はこのぐらいだわっていうのを見ていただけたらいいかなと思って表を出しています。ね、参考までに。で、いろんなところでもその運動の効果っていうのが出ています。で、私特に乳がんの患者さんにこの運動を推奨していまして、で乳がんの患者さんが非常に多いということもあって、いろんな研究が進んでいるものですから、お話ししています。で、ちょっと乳がんの特徴からすると
約そうですね、7割ぐらいは女性ホルモンを、まあ、餌にするというか、それでがんが大きくなってしまうってところがあるので、やはり女性ホルモンの元になるのが脂肪になったりするんですよね。体について脂肪ですね。だから脂肪を減らしていくっていうのが非常に重要なので、なので大腸がんもそうですけれども、体重が肥満になることでがんになりやすい病気、がんの種類に関しては特に運動することでがんになりにくい、あるいは再発リスクが下がっていくってことがいろいろ報告が出てきていますですね。でこれも肥満に関してですね。なので、特に閉経した場合体重が増えることが多いんですけれども、その時にはかなり少し注意をした方がいいですねっていうことです。で今年になってですね、このガイドラインが少し追加あるいは変更があったので、ちょっと紹介させていただこうと思うんですが、これはあくまでも今乳がんのお話をさせていただいています。はい、がんの予防で多分厚労省が出しているので、適度な飲酒ぐらいで、あまり飲むのは勧めないけど、適度なって形で書かれていることもあると思うんですよね。だからそれで悪いっていうことでもないんですが、乳がんに関しては比例していくっていうところがどうもあるっていうことが考えられていて、それで今年ですね、2019年でこれが追加されました。なので、飲んだら良くないのかなっていうことではないんですけれども、こういうことが出ていますよっていうことになります。で、閉経を迎えられたのであれば、活動量を増やした方がいいですよっていうことも追加されています。あとは、これは今まで通りですね、やはり有酸素運動っていうのは、何でもいいです、水泳でも何でもいいですが、150分以上なのか、また9メッツっていう単位で見ても構いませんが、時間の方が分かりやすいですよねっていうことで、こういった紹介がされています。で、体重を増やさないように気をつけましょうということに言われていますですね。で、これは日本の乳がんの、ガイドラインの方になってますけれども、やはり診断を受けた後から、活動量を増やしても同じようにいい効果が出てますよっていうところが言われてますので、もともと運動する習慣がなくてもいつでも始めて、そして継続することが大切なので、そのことを少し情報として持っておいていただけたらなと思って入れております。ではじゃあなぜそもそも運動がいいのかっていうところなんですけど、一つの原因、因果関係で良くなってるってことでもどうもなさそうなんですね。いろんなことが絡み合って効果が出ているんじゃないかっていうのが今の考え方です。で、先ほど言いました脂肪ね、これ自体が女性ホルモンのエストロゲンに変わってがんの餌になってしまうこともあるので、脂肪を減らしましょうとかね、そういったことがあったりしますけれども、あと、抗酸化防御機能を改善する、活性酸素ってお話をもしかして、聞いたことあるかもしれないです。だから運動を、強度の運動、マラソンしたりジョギングしたりっていう人が成績が少し下がってしまうのは、活動しない人よりはずっといいですよ。だけどもうそれは活性酸素が問題じゃないかっていうふうな言われ方をしています。活性酸素、あと免疫力が激しい運動をすると、明王大学は実は私健康人間健康学部の看護学科なんですけれども、スポーツ健康学科っていうものがあって、スポーツを教えている学科もあるんですね。そちらの先生がマラソンとかしたらその後は風邪をひきやすいっていうので、体に悪いスポーツだってよくおっしゃってるんですけど、それは免疫力がやっぱり下がっちゃうんですよね。なので、無理のない程度の運動っていうことがどうもいいのではないかっていうことと、あと体を動かすことで体に悪いものが早く体から出ていくだろうということも一つの要因だと考えられています。つまり肺であれば発がん物質と言われるものが入っても肺心肺機能が改善されることで早く体に出るとか、体を動かすことで腸の動きが良くなって早く体から出ていくとか、そういったことを考えられています。この辺のテス
トステロンとかエストロゲンはホルモンの話なんですけれども、先ほど言った脂肪のと一緒です。脂肪がこれに変換されて変わっていくので、あの脂肪が多いとやはり良くないということです。ちょっとこの辺は、患者さんにちょっとお伝えするときにあの分かりやすいかなって作ったものなんですけれども、いろんな症状があるんですね。なので、こっちからがいいのかな。それで肥満があるとエストロゲンという女性ホルモンになって、あの乳がんの餌になってしまう、まあ、約7割でも、それ以外にも治療したことであの骨がもろくなったり体がだるくなったりってことがあったりするので、まあ、そういったことを改善するのはやはり身体活動を増やしていくことなんですよということで、今までの話の少しあのまとめの方になってます。じゃあどんな予防効果があるかっていうところなんですけれども、これあのアメリカのがん看護学会なんですが、もうそこからでもこれだけの効果がありますよということであの謳われています。なのであのどんどん体を動かして元気になりましょう、でそれをどんどん進めていきましょうということをあの謳われてますので、私の方でもあのできる範囲でいろいろこうやってお伝えする機会をいただいたら、あのぜひ多くの方に知っていただきたいなと思っています。で、あのだるさに関しては、あの倦怠感っていうのは体のだるさなんですね。で、あのがんを体験された方のもう3割以上は経験しております。で、終末期によってまた少し違うんですけれども、8から9割この時の、あのだるさっていうのは非常に強いだるさで、あの通常私たち疲れたら横になる、なりまして寝たら良くなるんですけれども、この段階のだるさっていうのは休んでも良くなりません。で、ここも治療でとか、あるいは、まあそうですね、治療でだるくなっている場合は休んでてもなかなか良くならないんですね。なので私があの運動の話をしてもだるくてなかなか動けないとおっしゃったりします。ただ運動することであの筋力がついていったり代謝が良くなったりということで、このあのだるさをもたらしている物質が早く体から出ていくというところで、このだるさの改善にも実は運動がいいということを言ってます。なので疲れていったら、疲れているからこそ体を動かそうっていうのが今の考え方なんですね。なのでちょっと疲れが取れてから元気になって始めようっていうのではなくて、あの疲れているからこそあのやりましょうということになっています。で、あの乳がんの患者さんにお話で、もう私運動やってますよっていう方と、いや、やってませんっていう方で、あのこういったお話を知ってますかっていうと、あのだるさに関してはいや休んだ方がいいと思ってましたっていう方が多いんですね。でも運動してる人はあの知ってますよって、じゃあどなたかから、あるいは何かか情報を得たんですかって言ったら、いや経験で分かります、だってこう疲れて動けばすごくすっきりして疲れは飛んでいきますものってよく言うんですよね。なのでやはり経験している人はよくお分かりで、あの頑張って継続するので、それをあの、まあ、体感してもらうというか、気づくとやっぱ続くことができるかなというふうに思っています。で、あのがんの体験された方々でやはりあのこれ欧米の研究ではあるんですけれども、やはりなかなか運動が進まないのはいろんな症状であったりとか気持ち的にもおつらかったりしますので、そういった時に体を動かすっていうのはだるさだけではなくて、後から出ますけれどもいろんな効果があるので、ぜひにっていうことになってます。あと終末期においてはあの、まあ、あのどんなのものを目的としているかっていうと、やはり自分らしくトイレは自分でやりたいとか、その人が大切にしていること、あの自立してやりたいと思っていることが最後まで達成できるようにってことで、あの体を、まあ、本人ができる範囲での、まあ、ベッド上でもいいですしっていうことをあのちょっと応援したりとかっていうことをやったりします。でもあのこんな具合が悪い人体動かすって、まあ、動かすっていう印象がちょっと違うんでしょうけど、あのもうこう休んでた方がいいって言われると、どんどん体力が消耗してあの元気が出てこないんですよね。なのでできる範囲で あの活動量を増やすってことをしています。まあ、これはちょっと今までの少し復習になってきますので、あのいろんな効果がありますよっていうところになります。じゃあいくつかちょっと見させて説明させていただきますが、まずだるさですね。でだるさに関してはこれ、90分歩く、これはですねあの放射線治療している方にあの
90分、1週間で合計ですね、先ほど言いましたけれども、10分ずつでいいです。1週間で90分以上歩くと、このだるさに効果がありましたよということが出ています。で、まあ、いろんなこう効果が出ているということと、一つちょっと、まあ、研究の話で申し訳ないんですけれども、こういったプログラムが、12週間の運動プログラムをしました。で、教育的なお話をしたり、グループでの運動をしたらどういった効果があったかなっていうところで、体のだるさ、そして痛みで気持ちがね沈んでしまうっていうようなこと、あるいは夜眠れないとかね、まあ、ちょっと生活生きていくのがちょっと辛いとか充実してないっていうこうものなんですけれども、そういったものが改善したということで、体だけじゃなくても心の健康っていうところも改善してくれるっていうことがあるということになります。で、あとそうですね、それで日本でもいろんな学会が、まあ、歩くように、歩くというか体を動かすように進めましょうということを言っています。で、この推奨グレード A って書いてるんですけれども、一つの研究でいいっていうことですぐガイドラインって出ないんですよね。いろんな研究の蓄積があって初めて、あ、これは公に進めた方がいいっていうのがガイドラインなんですね。で、それでも進めた方がいいですよっていう段階に来ているということです。で、ちょっと眼種にもよるんですけれども、乳がんのお話をさせていただくと、骨粗鬆症の予防っていうことが一つ重要になってきます。で、女性だったら閉経を迎えた後は骨密度が低下をしていって骨粗鬆症になりやすい状況になります。で、実はですね、はい、で、骨密度なんですけれども、男性はエストロゲンもあるんですよね。男性もあるんだけれども、低下が女性よりは緩やかなんですよ。だから男性は骨粗鬆症、まあ、骨密度は低下しても女性ほど骨粗鬆症になりにくいっていうことがあります。で、なぜ今この話をするかっていうと、エストロゲン、女性ホルモンなんですが、女性ホルモンは骨を強くするっていう役割があるんですね。だから悪いものではないです、ね、体にとっていいものなんですけれども、この、乳がんというご病気に関してはまあ、少し減らした方がいいというところで、減らしたゆえに骨が少し通常よりも脆くなりやすい。じゃあどうしたらいいのかっていうところで、やはり活動がいいっていうことなんですよね。体を動かすこと。で、体を動かすときに重力がかかるような運動、骨に振動が当たるような運動の方が骨に対してはいいです。で、先ほど言ったような水泳でも全然いいんですけれども、骨を強くしたいっていうことで考えれば、やっぱウォーキングとか重力がかかるような運動の方が進められるような運動となっています。宇宙飛行士の方で骨密度下がるってお聞きしたことありますでしょうか。無重力状況なので、やはり重力がないところであれば、骨って作ったり壊れたりっていうのをずっと繰り返してるんですよね。で、その作るっていうところが少し弱くなってしまうっていうところがあって、重力って非常に重要で、なので運動に関しても重力かかるものがいいですよっていうことが言われています。なので女性ホルモンのこれが、鍛えた方がいいご病気ということになるので、治療することで女性ホルモンが下がってしまう、なので、骨粗鬆症になりやすいということがあります。なのでウォーキングとかダンスでもいいです。階段昇降でもいいです。骨にね重力かかるようなものを推進めています。で、あとはですね、糖の代謝とかですね、糖尿病になりに改善していくとか、そういった体組成のことなんですけど、免疫力が上がったりとか、そういうことにも効果がありますよということが言われています。なのでこういったものは、運動を、運動ってよく言ってしまうんですけど、体調が悪いときは休んでください。当然熱があるときとか治療して疲れたときとか休むんですけれども、2週間ぐらいはある程度維持されているということなので、体力がついたら今週休んだけれども来週から頑張るとか、そういったものでもいいということになっています。で、あと精神的なものですね、そういったのでも勧められますよというところで、まあ、グレード A ですよというところになっています。
で身体機能ですね、やはり体を動かすので筋力がついて体の機能が元気になるのでその辺は進められますよというところになっています。で QOL の方ですね、これまでお話ししたことが、ガイドラインでも認められてますよというところをお伝えしたくて今のスライドになっています。あともう一つですね、認知症の話もちょっと、ね、先ほど出てきましたけれども、認知機能を改善するためにも運動っていいんですよね。脳の血流が良くなるっていうところがあるので、ちょっと体を動かすことがいいっていうことがあります。この治療によってはやはり化学療法という治療でちょっと物覚えが以前よりも少し難しいなってことが起きることがある。でそういった時どうしたらいいのかっていう時にもやはり運動の方が効果がありましたよということが出ているので、これに関してもケモブレインという言い方するんですけれども、これにも今は運動を推奨しましょうということが言われています。でこれは前に取った調査で、先ほど言いましただるさを緩和するっていうのは運動してない人は 16.7% しか知らなかったけれども、運動している人は 80% 知っている。これはもうほとんど情報ではなくて自分の体感で分かったということであります。ではここからがどのように運動したらいいかなっていう話ですね。でアメリカのがん看護学会のものでアメリカのものを出したんですが、今この分野においてはアメリカの方が進んでいて、日本ではほとんど知らない人も多いです。なの で日本の学会では米国とかいろんな学会の情報を情報からガイドライン作っているというような状況ですね。なのでこれはがん看護学会ですけれども、安全なのでやっていきましょうというような話になっています。でどういうふうにしていくかというと、そこのONS というアメリカのがん看護学会でまず運動を選びましょう。で短期の目標を立てましょう。で長期の目標を立てましょうという段階的に進めていきます。皆さんもこの中でなんか、運動でいいですかね。ウォーキングとか何か体を動かしている方ってどのぐらいいらっしゃいますかね。ほとんどですねじゃあもうお分かりなので、この話をするとあれなんですけど、やってない人がやるっていうのは結構難しいんですよ。続くのが難しい。続いてもう半年以上続けられると、その後もずっと続けられる方多いんですけれども、そこまで行くのがなかなか難しくって、それでいろんな方法をお話をしています。なので、長期目標の前にまず短期目標でとかっていう話をしています。で少なくとも今までと一緒ですね。で座りがちな人は少しずつ始めたらいいですよ。5分から始めてもいいんですよというところでお話になっています。で軽めの運動、ね、治療しているときは無理に体を動かす必要はなくて体調に合わせてやっていきましょうということになっています。で、治療の内容にもよるんですけれども、感染のね免疫力が下がっている時であれば、自宅でね人とあまり関わらないような状況で軽めの体を動かす程度にしたらどうでしょうかというようなことが言われています。で、適度な運動っていうのが、これはねアメリカのガイドライン、がんの方だけではなくて身体活動のガイドラインっていうのがあるんですけれども、ここで1分間150分から300分1週間でこのぐらい動くのが中等度の運動ですよっていうことが言われています。中等度の運動って先ほどから言ってるんですけど、中等度っていう基準がこれをもとに研究が評価されているので、それで一応出してるんですが、ここまでいかなくてもいいです。だから150分で最初は90分からでも構わないし、1日5分からでも構わないし、でだんだん徐々に上げていけばいい。でここもゴールというか、このぐらいを維持できればいいですよと、ここまで行く必要は、ないですよというところになっています。で、軽めの運動から中等度の運動、こういったものが進められますよということです。でじゃあいつから開始したらいいのかというところなんですけど、先ほど言ったような治療が終わってから落ち着いてからやろうということではなくて、早めに開始すれば開始するほど改善をしましたよということが言われています。でこれ、
抗がん剤ですね、始めてからすぐに開始した群は倦怠感がぐっと下がっていったっていうことですね。逆かな。で不安も下がっている。ここですね、実践ところですね。運動を開始したらどんどん下がっていった、だるさが改善していった、不安も下がっていった。だけど後からスタートしたグループは下がっていくけれども改善率がゆっくりですよっていうところが言われていて、まあ、早めにやった方が改善率も大きいですよっていうことが言われています。でこの後は具体的な方法で軽めの運動をしていきましょうっていうところになってます。こういった庭のお手入れでも全然いいですよということが言われています。犬の散歩でもいいですし、買い物に行ってもいいですし、家事でもいいですよということが言われています。でベッド上の運動でもこんなのでも全然いいんですよね。だから運動って言葉がちょっと適切じゃないのかもしれないですね。こういうのでも終末期の方とかね、なかなかご自分できなかったらそれをお手伝いしながらでもいいですし、ちょっと体を動かしていきましょうということです。なので体力に応じて少しずつやっていきましょうということを言われています、ね。でウォーキングが一番馴染みやすいというか研究でよくされていて、 やってるってこと、普段からやってますよって方が多いので、ウォーキングで言いますと毎週間、同じですね、これから繰り返しですけれども3から5時間毎週間でそのぐらいできるといいですよとかっていうようないろんな研究が出てます。で私もちょっとウォーキングの方よくお勧めしてますので、それはやっぱりこういった報告がいろいろあるから、進めているような状況があります。で皆さんも今運動されている方が非常に多かったので、ぜひにこれからも続けてください。で、この内容がちょっと一部乳がんの患者の方々患者サロンというところがあって、今月もまたそちらでお話しするので、もし運動されてない方がいたらぜひにと思ったんですけれども、すでにご存知の方が多いと思うので一応、ちょっと参考までに入れています。で、こういうふうに運動しましょうとかっていうことですね。自分に合ったものでやりましょうっていうことです。で乳がんの患者さんに関して少しだけ補足説明してさせていただくと、少しリンパ浮腫が出やすくなったりすることがあります。手術の術式とかにも少し影響したりとかするんですけれども、そういった時にはこう弾性スリープとかってちょっと締め付けるような感じなんですけれども、そういうのがあります。そういうのをつけた段階で体を動かしましょうということになっています。運動だけではなくてこれをしながらやるといいですよということが言われています。であとちょっとしびれがあるとかそういったことがあれば、無理に歩くとちょっとバランスを崩れてしまったりとか、あるいはちょっと骨が脆くなったり、ちょっと骨の方も注意病気の方があるということであれば、無理にやるということではなくて、できることをこういった場合はちょっと主治医の先生方と相談して、先ほど言ったできる範囲のこと、ベッド上でもいいですし、できることをやっていただいたらいいかなと思います。で、原則としては体調が悪いときは休むっていうことです。で続けることが非常に重要でですっていうことと、あとはそれ以外でも食後すぐに運動するっていうのは、やはり消化の方に血液が行くので、やはり少し休んでから行った方がいいですねとかって基本的なものです。これは皆さんがご存知のことだと思います。でなかなかこういったお話をさせていただいても、仕事が忙しいとかご家族の、ね、女性の方とか特にこうお孫さんであったり育児だったりとかって時間がないというところなので、少しこの日常生活の中で動く時間、出勤の時間とか子供を迎えに行く時とか、そういったところを活動としてやっていくとどうでしょうかということで話をさせていただいております。この辺は大丈夫でしょうかね。ということで続けてほしいなと思って準備したんですけど、もうぜひに皆さん今まで通りにやっていただけたらなと思います。
皆さん何かしらこれがない情報として参考になればと思います。今日アンケートの方をお配りしたんですが、どのぐらいの方が特に日本ではあまり知られてないんですよね。なのでこちらにお住まいの方々がどのぐらいご存知なのかなというところを教えていただきたくて、アンケートの方を取らさせていただきました。で知ってるかどうかっていうのは私が今お話しする前の段階で知っていたかどうかっていうことを教えていただけたらなと思っております。で私の方からは以上です。ありがとうございました。